天才天才なの。いや、なんすか、逆になんすか、何喋ってるんですか。楽しそうに。いや、セカンドの話もしてて、うん、セカンド、まあ、海星はもともとはショートとか、あ、ピッチャーでここ入ってるし、その後ショートやってるし、ファーストやってましたしね。ファーストもやってるし、セカンドが初なんだよね。セカンドでやったことそうなの。じゃあそれで、なんか どういうの質問とかいろいろあったから、新旧セカンドね。そう、新旧セカンド、全然行きますよ、僕だって。あ、そう行きますよ。まあ、ノウハウ持ってますもんね。ノウハウしかないんじゃない、多分。そうですね。海星の困ったところのポイント、これは打球の角度の違い、まあショート守ってたっていうところもありますからね、セカンドは全然違うので、その部分、あとは打者走者とのスピード感、前に出るのか後ろに下がるのか、その点がわからないということだったので、練習してみます。いや、セカンド頑張りたいですね。そうか。はい、もともと海星は守備力は抜群、まあ、しかし初めてセカンドを守ったということで、僕とね、まあ、一緒に守ることによって、あ、こんな風にやって大丈夫なんだっていうところを見せていくといったところがテーマの一つでもあります。セカンドは基本的にやっぱ近いっていうのがあるから、うん、引くっていうプレーが存在するので、ショートとか守ったらやっぱ前だけども、はい、ラインドライブの低いゴロが来た場合に前に突っ込むっていうのは非常にリスキー、はい、だから打球が転がってきたラインに対して半身にいる、うん、でさらには左側に打球を置いといて、引きながら引きながら、なんなら草むら入るぐらいの向きってそれでも間に合うっていう、そういうのがセカンドのメリットだね。なるほど、うん、無理に詰めなくていいっていうことがまず一つであるわ、はい、うん、それは詰めて、それはずっと入った。左肩に向かって投げろ、左肩に向かって、あ、ずい、右側抜けたボテボテのゴロ、ここの取りましたって言ってパッて投げようと思ったら、もう左肩の先が一塁、はい、だからランニングスローするにしても、ランピングスローするにしても、止まって投げるにしても、左肩の延長線に向かって投げる、そうするとむちゃくちゃ投げてるように見えてちゃんと投げてるっていうプレーにつながってくるんだよね。それぐらいやっぱ切り返していかなきゃいけないってことだな、セカンドはかな。腕だけでいくうん、体を開いてると実際どっちの方がどっちかっていうと、こう俺は胴体、胴体ごと思う、うん、胴体ごといっちゃう、投げ終わった後ももうこう背中向けるぐらい、あ、ただ距離によっては手だけもある、はいはい、ここはもう受けていきながら合わせて磨いていくしかないな、うん、感覚、どこのポジションだったらここの引き出しを使おう、ここの位置だったらこっちの引き出しを出そうっていう、その引き出しをどんどん増やしていくことだよな。うん、じゃあ海星の、特訓スタート、はい、まずは右バッター、右バッターノーマル、はい、いきます、はい、OK、
OK、左バッター、はい、行きます。基本的に打球捉えたら、捉えて自分も目で捉えたら、バッターランナーのスタートの速さとか、走ってる風景と、そこから電車が見えなくなってもイメージしながら打球を追うと。そしたら大体どれぐらいでそのバッターランナーが一塁到達するのかって分かってくるから、でそれに対してボールへのチャージの仕方が全然変わってくる。待ちなのか攻めなのか。俊足でいきます。はい、俊足の左バッター、俊足の左バッター、はい、あっ、あっ、セーフ、セーフか。右バッター、ドンソク師匠、うん、師匠、強打の師匠、オッケー、今詰まってる、そういうこと、今のはいいよ、すごくいい。結局そのイメージが入ってることによって難しくしないんだよね、打球を。角度としては難しいんだけど、難しくしないんだよ。いっぱいある、セカンドは引いたり攻めたり困ったりいっぱいあるから、もう本当にやってもらわないと。俺がセカンドやることになっちゃうな、チュンな。俺がやっぱセカンドになっちゃう。そしたら足きつくないですか？え、足きつくないですか？そろそろセカンドはきつい。サード好きいろんな意味で好き。やっぱり、まあ、若手で、はい、うん、やっぱ二遊間動くところは、うん、やっぱこれが徳さんが長く野球続ける秘訣、うん、そうなってくると思うな。なるほど、うん、キーマンは僕だってことでいいですね。いいね、いいですか、そういうことで、はい、俺はもう自分の野球やるから。いいね、もうそういうことで、はい、攻める守る、 OK、 よし、攻める守る、よし。お待たせしました、あっぱれ夏の迷彩 T シャツ入荷です。週7で着ることを強く強くおすすめいたします。